Thank you.
しり、ありがとうございます。あれ6号たんじゃないですか。仕込んじゃった。え、しかも、え、もし6号機もしてたら船橋初氷、イベント初氷ですか。すごい。どうですか6号のハリーとツヤは。かわいい。いいですよね。綺麗ですよ、すごい。ここでも3ヶ月が勝負。3ヶ月が勝負。あ、綺麗ですね。綺麗なプラスに3ヶ月が勝負。うわ、ということは皆さん貴重ですよ。さあ、まだね、撮影タイムは、ね、大丈夫ですか。はい、いやー、すごいすごい。暑いの暑いの、まあ、季節的には今日から秋なんですけどね。暑いは暑いですね。うん、全然暑いよ。フラッシュいつでも暑いもんね。楽天の動画行ってきたんだよ。あ、そうだ、楽天行かれたっていう方いらっしゃいますか。おお。暑かったらしい。暑かった。これ気温は32、3なんだけど、はい、湿度がやばかった。あ、湿度やばだって。フラッシュ普通でも湿度やばいの。やばい。サウナ、サウナですからね。しかもね、あれだけ野球ってさ、早く終わるときはチェンジするって3球終わっちゃうの。うん、そうですね。三者凡退で終わるときは、はい、だから結構ね、イベントの前に待機してるの。あ、そうか、待機してるの。バックネット裏とかさ、何、外野フェンスの裏あたりで待機してるの。あ、その格好、あ、その格好というかフラッシュ。嬉しい。フラッシュで待機するってことだね。フラッシュで待機する、嬉しい。いや、僕もちょっと表現しづらいんですけど、はいはいはい。もうそこでさ、もう、なんかじゃないけど、行ったときに限って、なんかもう、打者がこう、バンバン打ち始めてた。いいじゃないですかね。ピッチャー交代が始まり、裏で30分待って、出番が3分、そのまま。あ、そう。結構大変。そうか。そうそう、あとリハーサルになってしまう、嬉しいじゃん。あ、そうか、ふなしがね。そう、嬉しいね。はい。どうでした。いや、かわいいよ。かわいいよ。かわいいよって。かわいいよって。そうだったね。うん、それは否めないですよ。かわいいよ。あ、いいですね。なんか動きまでちょっと新鮮に見えるな。かわいい。はい、それ結構じゃあ待ち時間あったんですね。あったのか。結構ね、長ちゃうの。昼ぐらいずっとリハーサルがやるし。終わりにも慣れたんだけどさ。そう。9時10時で終わる。でも試合勝って良かったですね。よかったよかった。ねえ。そこはないですよ、フラッシュで行った試合は。ちょいちょい試合中、ナシトモサトシが抜かれてるんだよ。あ、そう。カメラで。あのハラが来てる、一発で覚える。あ、そうか、そうか。それを裏で見せて。え、じゃあめちゃくちゃぐったりしたんじゃない、終わってから。終わってからぐったりしすぎて。え、だからちょっとフラッシュ、その楽天終わった後って何したんですか。なんか新幹線の待ち時間があったから、うん、ずっと仙台駅のあのヨドバシカメラ、うん、あそこのマッサージチェアで1時間え、これ何の人に言えこれ午前中だからガラガラになってます。行きたーと思って並びあるよ、マッサージチェアで20台あるの。いや、わかりますよ。はい、ね、眠らみたら一つだけ65万ってなってる。確かにヨドバシカメラとか行ってあそこに座ってる人って何やってんのかなって思ったんだけど、フラッシュ午前中だから。そうか、そう、フラッシュみたいに一回座ったんですよね。はい、でポチッてやるじゃん、すぐ起き上がりやってなかったんだけど、もうなんか張り付いてるよ。疲れてるしね、動けないですよ、疲労で。あ、めっちゃ気持ちいいじゃんこれ。それで30分コースをおかわりして1時間。買ってよ、そこまでやるんだから、もう、話。いや、いろいろ、すげえ欲しくなって、いろいろ考えたんだけど、置き場所がないんだよ。なしこがね。そう、カゴメリオンポあるんだけど、そうか。カゴメリオンポーサーの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 メリオンポー
刀がなきゃ置けるけどね。そうだね。まあでもね、そんなあとこの前スノーマンのテレビも。あ、そう。あ、見てないです。見ました。あ、見ました。見てました。あれもちょっと暑さの戦いでしたね。あれだって北海道の帰りですね。はい。あの次の日朝4時半にね、入って5時からスタート撮影スタートですよって言われたんでね。はい。もう本当に真夜中みたいに起きてさ。あの朝でも鶏よりも先に動いてね。そうですね。もう鶏よりも。でも何が早いかというと、スノーマンのねお二人が予定があって午前中来れないから午前中つなぎでやってくださいって言われて。まあまあその間ねちゃんとほら、うん、あのねちゃんと取材してましたよみたいな。そうですね。そう、多分めっちゃね生徒たちと会話したでしょ。あ、どうでした？時間の方に時間の方に豚さんとか可愛がってて、その出荷する時どういう感じとかどういう感じって出荷する感じでしょ、やっぱり。そこはしくないとか言ってるけど、全然嬉しいっつってね。あ、でも命を食べてます、自分たちにさせたものね。そうですよね。そう、あそこの学生さん、スマホも持ち込み禁止なんですよ。そうだね。めっちゃしっかりしてるね。うん、でも将来のこといろいろ考えてるんですよ。そうですね。いや、だからスマホとか持ち込み禁止で、なんかテレビもあんま見れないんですよ。あ、あのね、テレビはね、寮に1台しかない。1台しかね。あそこ全寮制なの。うん。そうそうそう。だから。で、やっぱりね、あの、主導権の人なの、テレビ見る。そう、何を見るかね、やっぱ多数決ですね。あ、そうかそうか。それが、マニアックなドラマとか見れないらしい。そうそうそう。まあでもそんな中で、こう命を育んでる学生さん、ここに行きました。はい。いや、うん。だから、めっちゃ使ってくれたなと思うやんけな。ほぼほぼ話してるのは静止画なんだ。動画ですよ、動画ですけど、ほぼ静止画みたいに動かなかったですよね。静止画動いてないですよ、うん、まあ、そこはしょうがないね。あ、そう、まあ、スノーマンの番組ですけど、ね、そう、そうです、そうです。まあ、でもいい感じで、なんか…あ、あの、ぐじってるわけじゃない、シンって。いや、ぐじってるだろ。そういう分からないって言ってるわけじゃない。分かってるね、今。分かってる、分かってる。そうなんですね。裏話知ってるだけだから。そうそう。そうです。もちろん、もちろん覚えてほしい。まあそうですね。まあでもそんなこんなの近況報告でしたけれども。今日はなしみですよ、皆さん。始まる感は出ましたけど、はい、なんですか、梨のマーチですか今の。梨、温度でしょ、今は。あ、温度か、温度か。じゃあ、皆さん、じゃあそろそろね、これまた後半で撮影タイム設けますので、ね、よろしいですか。で、さらに、メディアティブのね、1回しますんで。はい。はい。はい、じゃあ10秒前、9、8、4、6、6、4、3、2、1。はい、それでは一旦撮影終了です。